たよ。エギングをリードする山下が2020年エギオーケーのカラーラインナップを強化。紫外線発光で低活性のイカを攻略する人気のエギオーケー、ケイムラに追加カラーが登場。ケイムラ発光の効果を最大限に生かすラインナップ。エギオーケーのケイムラシリーズに新しい4色が追加されます。ケイムラボディ、この光を透過するケイムラボディというのは、実はこの太陽光がある紫外線が海に降り注ぐときに使っていただきたいんですね。もちろん光がない状態でも釣れます。でもこの紫外線発光のクリアボディが一番生きるのは、太陽が出ていて、また水がクリアなとき、限りなく紫外線が海の中に入る状況で、この紫外線発光はものすごく効果が高いんですね。また雲が少しある状態も有効なんです。雲を透過した紫外線と直射で当たる紫外線、この2つの効果が重なるので、よりケイムラの効果が増します。一番試していただきたいのは日中、光があってイカがいるのになかなか触らないような渋い状態、特にこの厳しくなっていく時期とか、水温が急激に変わったり、ちょっと雨の後水は澄んでるんだけどイカの反応が思わしくない時、そういった時に最後の一手、イカに手を使わせるのはこの渋い時にも有効なケイムラカラーなんですね。こういった時にこのケイムラシリーズ使っていただきたいです。変わり続けるフィールドに対応するために生まれた低活性のイカまでも釣るためのエギ、それがエギオーケー、ケイムラカラーである。深いところでもケイムラの反応する紫外線というのは届くんですよね、ある程度。で、深場のヤリイカ釣りのプラズノもケイムラって色が割と当たりカラーであったり、実は光透過するからカモフラージュみたいなカラーに思われがちなんですけど、実は紫外線で発光するんで、しっかりアピールできているカラーなんですよね。実はアピールカラーだったりするんです。低水温となる冬の時期、決して好条件とは言えない中、イカを誘い出す。来たよ。おお。あげちゃいますね。うわ、足一本。足一本。エギとほぼ同じサイズなんですけど、晴れ間と曇りがある時間って紫外線の量が増えるんですよね。雲を透過して入る紫外線と直接入る紫外線で、ケイムラが強い時間帯というのは、こういったあの少し 3.5 台厳しそうなサイズでも躊躇なく抱いてくるんです。色が合ってるってことは、こう向こうに対してもこうやる気を上げる要素になるんで。オッケー。本命ですよ。入ってる。おお。オッケー。よいしょ。少しあの雲の切れ間からこう日が差してるんですよね。で、そう紫外線がふわっと入る一瞬の光量変化の時間帯で、イカってこうパッと手使ってくれたりするんですよ。でその時にやっぱり効果が高いのがケイムラカラーですね。特に他の色で反応がない時とか、このケイムラってものすごく効果発揮してくれるんで。あー、来た来た来た。エギをローテーションし、次々とイカをかけていく。クリアニジテープはまだら模様に発光させ、発光を和らげている。より擦れているイカに効果がある。来た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 。よしよしよし、だいただいた。よいしょ、とー、きたいました、やった。今光入ったからまだワンチャンありますよ。海にさっと光が入って、この状況がパッと変わるんですね。これ長い時間続かないですよ。今まで使ったカラーからケイムラに変えて、状況が変化した時にこうエギを合わせていくんですね。光の変化とともにケイムラカラーへとエギを変える。この判断は、来たよ。川上、狙いが見事に的中。
来た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 。オッケー、向こうも帰った。僕のはモエモエグリーンですね。あのグリーンに光を透かせるケイムラボディなんで、ブルーのケイムラよりも少し濁りがあるときに使っていただきたいんですね。条件とか状況が合うとこんなに爆発するんだっていうのがすごいですね。お、よいしょ。ちょっと可愛いけど来ましたよ。おー、またスケスケキャンディ。エギオー K の高い基本性能に加え、紫外線に反応して発光するエギオー K ケイムラカラー、太陽光が降り注ぐデイゲームで使ってほしい。